M83 は海蛇座にあるズ渦巻き銀河である。その姿から南の回転花火銀河という別名でも呼ばれる。双眼鏡ではかすかで大きな広がりを見せている。淡い円形の星雲状といったところである。条件が良ければ、口径6センチメートルの望遠鏡でも渦巻きを確認できるという。合計8センチメートルの望遠鏡では、 楕円の周囲が薄れているのがわかる。合計1 0トルで棒渦巻き銀河である様子がわかる。合計2 0トルでは渦巻きの構造がわかってくる。合計5 0トルでは3つの腕が明確に確認できる。この銀河には1923年の14等級をはじめ、1945年、1950年、1957年、 1968年、1983年と、合計6個の超新星が発見されている。これよりも多いのは、ケフェウス座の NGC6946 の9個のみである。1752年、ニコラルイドラカーユによって、ケープタウンで発見された。1781年にメシエは、ケンタウルスの頭に近い星のない星雲、かすかで光っているが、 側微弱の糸をほんの少し照らすだけでも消えてしまい望遠鏡で見るのは難しい。最大の集光力で見ることができようか。6、7等の星と三角形を作っているとした。ジョン・ハーシェルは非常に大きくまた明るい、方位角55.1度の方向に広がっている。中央は急激に明るくなっていて、そこに角があると記している。ラッセルはマルタ島で、 過剰部分の腕を3本見てスケッチを撮ったが、写真以前にこの腕を肉眼で見たのは、これが最初であったとされる。ありがとうございます。